はい、こんにちは、リスタイルの仕方です。歴史的名作家具、赤と青の椅子、レッド&ブルーチェアのご紹介をしたいと思います。デザイナーは、リートフェルトですね。フルネームはヘリット・トーマス・リートフェルト。オランダのアムステルダムにあるゴッホ美術館とか、世界遺産になっているシュローダー邸かな？などを設計している、有名な建築家になります。他の家具で言えばジグザグチェア、カシーナ言われてるやつとかも有名ですね。レッド&ブルーチェアは1918年にデザインされたものになります。ビーチ材の合板と角材とでこう構成された簡単な作りになってます。でそれに塗装がされてて、赤の板、青の板で、でこういったところに黄色でペイントされてて、ここが3つのダボで構成されてる感じですね。でデザインされた当初は普通に色がなくて白木のタイプだったのを、1923年ぐらいかなにこうペイントされた赤と青の椅子っていうことでデザインされた感じになります。1971年にカッシーナ社が復刻をして、現在もカッシーナ社で売られている名作家具になりますね。作りが簡単なのでコピーリプロダクトがやっぱかなり多く発売されてますね。見分け方としたら、ここにもうカシーナのロゴがあるんで、そこを見るぐらいしか多分わからないものは多いんじゃないかなと思います。なので結構 DIY をやられる方とかなんかはご自分で作る方もいらっしゃるみたい で色塗ってしまえばわからないし、こうビスで留めていくと簡単に作れるんで、原寸大もできるし、多分ミニチュアみたいなのも結構簡単に作れる。よいしょ。本当に板なので痛いですねお尻も背中もはっきり言って痛い。なんか座る椅子じゃないのかな。ここもカクカクで痛いしね、よくあの北欧家具なんかも座るけど、やっぱもう全然この辺で触り心地とか、だから本当に飾る椅子、玄関ホールとかお部屋の一番目立つところとかに飾るといいのかなと思いますね。実際に座ってみるとちょっと痛いですね。でもなんかオプションで最近はこうクッションカッシーナで売られてるらしいんですけど、こことここに多分これぐらいの厚手のクッション、置くタイプのクッションがあるらしいんで、それがあると割と全然違うと思うんですけどね。一応角度があってこうラウンジチェアっぽい感じですけど、硬くて冷たいので実際にこうゆったり座るって感じではないのかもしれないです。100年以上前にデザインされた椅子なんですけど、やっぱそれを考えるとすごくしっかりとしたデザインであったり、当時では画期的だったんじゃないかなと思いますね。はい、今日はカッシーナ社のヘリット・トーマス・リードフェルトの赤と青の椅子、レッド&ブルーチェアをご紹介しました。家具選びの参考になればと思います。リスタイルではこういったデザイナーズ家具、ブランド家具、ヴィンテージ家具の販売も行っています。概要欄にネットショップのリンクを貼っておりますので、そちらからぜひご覧ください。買い取りも行っています。ご不要になった家具がございましたら、こちらも概要欄の方にリンクを貼っておりますので、そちらからお問い合わせください。これからも、中古家具、ヴィンテージ家具の紹介や、魅力、楽しみ方、ご購入のコツなどお得な情報を発信していきますので、いいねボタン、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。